というわけでレインプロモ TV でございます。本日はどこかで見たような方が一人ゲストで加わっております。どうも、あ、小谷さん、どなたでしょうか。皆さんご存知のですね、たまに聞くまるっていうので、もうじゃんけんけんちゃんって書いてあるんですよ。はい、運送屋さんだった。楽しいです。楽しいです。ありがとう。若干疲れてますか。YouTube はなんか結構いろんな人とコラボして発展していってますね。はい、これからコラボも、はい、そうですね、レイプロも、どん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 レイプロも TV、 レイプロも TV も、ね、早く1万人越せばどんどん増えてる。あ、そうなんですよ。インスタが始まりました、ね、なんかどうも始まったみたいで、はい、いきなりフォローされてみたいになっちゃったり、レイプロもね、あ、そうなんですね。そう、昨日なんか本当かなって思ってた。あ、いや、多分ね、妖精の魔法だと思う。魔法です、ね、妖精の魔法でインスタグラムフォローしてください。この人がね、その手がありましたね。うん、まあ、多分一つのスマホに5000枚ぐらい入ってますよね。投稿しなんかどんなハッシュタグでジョースターでつけちゃうからね、みんなフォローしますマジで。じゃあつけよう、ハッシュタグ聞きたいね。ザンパコーヒー割りというのね、ザンパのコーヒー割り、ケンちゃんに聞いちゃいましたけど、うん、そうですね、ぜひぜひ案内してください。そうですね、まあ、これ緊急事態開けたらね、うん、黄金時代ですからね。まずはだから居酒屋さんでね、予習ですね。なんかさっきおっしゃってた、その本当にね、美味しい、安くて美味しいっていう地元の人の言ってるとこ、ちょっと行きたいですね。うん、楽しみ楽しみ。まあ沖縄ね、何度行っても飽きないからね。早く行きたいね。皆さんも沖縄行きたいでしょ。かわいいじゃないですか、これイルカさんじゃないですか。イルカさん、美味しそう。これテラオさん本人ですか。テラオさんが、すごい、すごい、あの、子供のデコレーションが彼女の主導ですよ。かわいい、かわいいですね。そうですね、ドラムがあるじゃん。ドラムが、ね、チビドラムがね、チビドラムとケンちゃん向き合ってくるみたいな。すごい、いいなこういうスタジオ。いいですね。ハワイアンミュージックで単純に遊んで、ああ、いいですね。面白いな。何自由に楽器手伝って、あ、触っていいんですか。ね、ジョースさんも書いてる。ドドドン、これすごいっすね。すごい、どうぞどうぞ。慣れてますね。これなんかベーシストから見ながら叱られます一番弾けないやつ置いとくんじゃない。いや、そうです、確かに物件って弾きにくいですよね、すごく。あの、ぶっといからね。そうなんですね。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。じゃあ、嬉しいっすね。あ、じゃあ、あ、いいっすね。いいっすね。ちょっとね、今下がぐらついちゃったかもしれないですね。ありがとうございます。なんかドリフターズみたいですね。食べましょうか。食べましょうか。この間、川口千里ちゃんって言って17歳ぐらいから YouTube で有名だった、あの彼女はここから生配信やりました。しかも川口千里ちゃんにこの5年前夜な夜なみんなで酒飲みながらずっとオールナイトでやろうっていう計画だったんですけど、ちょっとね、できないですもんね、今ね。いいっすね。セッションってことですね。セッションやりながらってことですね。いいっす、飲みながらやりましょうよ。まあできますね、俺もギターですから、ね、うん、俺ベース弾けるから。あ、そう、もうメンバー揃って、皆さん、YouTube 本社の前に来ましたよ。ケンちゃんも来ちゃいましたけど、やばいや、上見てください、あれ、あのカーブ、あれ再生ボタンですからね。これ一面が金の盾になってます。これただオープンしてないんで、そうですね、まあだけど私たちもね、100万人行けば同じ盾がもらえる。100万人ですか。同じ盾がもらえるんですか。皆様のお力添えがあれば1万人行けば
来ました。中にでもね、お邪魔するのかな。まあだけど、ケンちゃんはね、後ろの方が気になってます、はい、もう今長かったまあね、なんかちょっと知ってる人がいたんじゃないかな。ライジングの今副社長かな、春日ちゃんはね、元僕のキャッチボールの相手やった。マジっすか。たまたま隣にあったんですけどね。すごいですね。王子から入りました。ありがとうございます。ありがとうございます。では開けます。シャンパンは、はい、お、じゃあその辺で落としてください。いい音しますよ。お、お、はい、はい、お、はい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 、おめでとうございます。はい、これはありがとうございます。あれあれですか。いいことあんないから、はい、私ね、大丈夫。サービス料をケンちゃんがサービス料払わなきゃいけない。スワペコなんですか。そういうお高いお店に見えちゃいますね、このソファーズは。なんか僕も今銀座にいるよ。銀座です。よく小学生の頃銀座で、ね、ね、小学生の頃に飲んで。一応あの視聴者の方はあの小谷さんが社長だって間違ってるね。そ, ね、それでいいですよ。社長ありがとうございます。社長ありがとうございます。社長着物の人社長でしょみたいなね、すぐ間違えられるんですけどね、なんかね。そうですよね。どう見ても社長ですよね。だけど社長がいて妖精が映ってるって言ったらね、何のことか分かんないですね。YouTube って魔法がかかっちゃうんで。飲まないですよね、双子。じゃあ一応なんか、はい、はい、はい、それでは、また、ケンちゃんも参加ということで、ありがとうございます。ケーキ屋からね、YouTuber はケンちゃんになったんですね。YouTuber ケンちゃんいいですね。そしてここはどこかって話や。YouTuber やにした方がいいんじゃない。 YouTuber やケンちゃん。 YouTuber やケンちゃん。そういう仕事になるからさ、うちへおいでよ、ごちそうするよ。だってだってだって僕んちケーキ屋なんだもん。あー、すごい。ちょっと今見てる人はやばいっすよ。これ今見てる人はもう超なんて。俺はどう手伝い、おかもち下げて任しといて、飛んで出たのはいいけれど聞かずに来ちゃった届け先。卵に海苔巻き、カッパ巻き、アナゴにマグロに、タコにシャコ。僕は寿司屋のケンちゃんだい。いやー、すげえ。なんか お気持ちのあの辺ちょっと覚えてる。